実は天女の子。驚異の怪力を誇った最上随一の豪傑、野部沢光信。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、野部沢光信について紹介していこうと思います。怪力自慢が多い戦国武将の中でも、今回ご紹介する野部沢光信のスケールはなかなか半端ないと思います。何でも伝承では母が天女だったとか、そんな彼についての逸話は皆怪力関係のものばかり。痛快無比の豪の者、野部沢光信の生涯をじっくりとご紹介しましょう。父と出会った天女から生まれた野部沢光信は、天文13年1544年に野部沢光重の子として生まれました。彼の誕生については伝説が残されていますのでご紹介しましょう。父光重は当時独身で、もちろん子供がいませんでしたが、将来は立派な跡継ぎが欲しいと望んでいました。そのため観音菩薩に祈ったところ、天人清水という清水に天女が舞い降りるから、それを妻にするといいとのお告げを受けます。そこで光重が天人清水を訪れると、果たして本当に天女が舞い降りてきて水浴びを始めたのです。光重は天女の羽衣を隠して、彼女が天に戻れないようにすると妻として迎えました。ほどなくして二人の間には男の子が誕生しました。しかし母である天女は隙を見て羽衣を見つけると天に戻ってしまいます。ただその時、この辺りに城を築けば野部沢氏は代々繁栄することでしょうと手紙を残していきました。その後光重は野部山城を築城。この城は敵が接近すると霧が立ち込め、姿を隠してしまったと言われており、霧山城とも呼ばれるようになりました。そして天女が置いていった息子は光信という名前を付けられ、成長していくのです。とまあこんな話が伝わっています。少年時代から怪力、最上八立の一員として最上義明に抵抗する。野部沢氏は天道氏に従い、ではの黒人連合である最上八立を構成していました。名手は天道氏で、野部沢氏、飯田氏、尾花沢氏、立岡氏、長瀞氏、六田氏、成流氏が従う形でした。彼らはでは南部を制覇しようという勢いの最上氏に協力して抵抗し、光信は天道氏を仰いで最上義明の進攻に立ち向かうこととなります。さて光信は少年時代からすでに怪力ぶりを発揮していました。16、17の頃、彼の怪力を伝え聞いた者たちが、そんなに力持ちだというならお宮の大きな鐘を外して見せてくれと小馬鹿にして言うと、光信はお安い御用とばかりに軽々と鐘を外すと、提灯よりも軽いぞと言い放ち、10里以上離れた領地へと持って帰ってしまったそうです。また別のお寺の釣り鐘を頭にかぶって運んだという言い伝えもあり、鐘をかぶっても目が見えるようにと穴を開けたそうで、それだと伝わる鐘が現地のお寺に今も残っているそうですよ。人外の怪力を発揮。最上義明はでは統一を目指し、天道頼澄の天道城へと攻め込みました。天道勢を蹴散らして一気に城門まで押し寄せますが、その時援軍として城に入っていたのが光信。そこで彼はただ一人城門を開けて打って出たのです。彼の怪力は遺憾なく発揮され、 1.5 メートルの鉄棒をぶん回して敵をバッタバッタとなぎ倒していきました。ただ最上方もひるんでばかりはいられません。いくら強いからとはいえ鬼神ではあるまい、いざ勝負と一人の武将が進み出ます。
すると光信、お主もこの鉄棒を食らいたいのかと鉄棒を一閃。なんと敵将の首は胴にめり込み、彼が乗っていた馬の足まで地面に埋まってしまったのでした。たまらず逃げ出す最上勢ですが、それでも腕に覚えのある大男が進み出て、再び光信に一騎打ちを挑みます。武器を捨てて取っ組み合いになりましたが、光信はなんだ大したことないと相手をポンと投げ飛ばしました。すると敵は田んぼに首から突っ込み、まるで杭のように突き刺さってしまったということです。光信の豪遊ぶりに最上勢はすっかり萎縮、あっという間に退散していったのでした。息子に最上義明の娘をもらい家臣となる。こんな光信を相手にしていた最上義明はすっかり頭を抱えてしまいました。馬鹿力だし、武将としても結構優秀だし、どうすればいいのだと悩む彼に、ある重臣がならば引き抜いてしまえばよろしいのではと提案します。その手があったかと膝を打った義明は、光信の息子又五郎と義明の娘松尾姫との縁組を申し出ました。光信は義明ほどの武将が自分の家との縁組を申し込んでくれたことに感激し、弓矢取る身の誉れとしてこれを受け取ることにしたのです。ただそれは最上八津立からの脱退を意味します。これまで従ってきた天道頼澄が義明に滅ぼされてしまうのは忍びないと思った光信は、頼澄の除名を条件として提案したのでした。そして義明は天道城を攻撃して落城させますが、頼澄が逃亡するのは見逃したということです。こうして最上の家臣となった光信は2万石を与えられて重臣並みの待遇を得たのでした。主君義明ごと桜の木を引き倒す。義明は光信の怪力を伝え聞いてはいましたが、果たして本当なのかと少々疑問には思っていたようです。そのためそれを確かめようとしてある計画を実行に移しました。何らかの用事を作った義明は力自慢の側近を連れて光信のもとを訪れます。主君の訪問に喜んだ光信は彼らを迎え入れました。そこで義明が連れていた側近のうち2人がいきなり光信に組みつきます。しかしあっさりと投げ飛ばされてしまいました。なんという怪力と今度は 4,5 人が一斉に飛びかかりますが、彼らも光信に蹴飛ばされ、殴られ、突き飛ばされて吹っ飛びました。さすがの光信も義明に対し、おたわむれが過ぎますぞと怒りをあらわにします。義明が余興じゃ許してくれと逃げ出すと、光信は義明を捕まえて羽交い締めにしてしまいました。たまらず桜の木にしがみついていた義明ですが、なんと光信義明ごと木を引き倒してしまったのです。義明はやっぱりすごい、怪力は本物じゃなと喜び、光信に褒美を大量に与えたそうですよ。義明との涙の別れ。そんなこともありましたが、光信と義明は終始良好な主従関係を築いていたようです。天正18年1590年、義明の上洛に従った光信ですが、京都で突然の病に倒れてしまいました。うまく口が聞けなくなってしまったとも伝わっています。そんな病のとこで光信は途切れ途切れに義明に感謝の思いを伝えました。家臣に加えていただいてからというもの、受けたご恩は数えきれません。ご帰国という時に自分が病に倒れるなど不忠の極み、私のために出発を延期までしていただき申し訳なく、かたじけなく思っております。どうか一日でも早く国へお戻りください。もしこれが永遠の別れとなったならば、どうか息子をよろしくお願いいたします。義明は光信の手を取り涙しながら、病気のお前を置いて帰国するのは忍びないが、国元も大事だ、どうか養生してくれと言い、
多額の滞在費を置いて帰国の途に着きました。そしてこれが主従の根性の別れとなったのです。ほどなくして光信は48年の生涯を閉じました。帰国した義明は秘宝に接し再び涙を落としたということです。まとめ1、母は天女だったという伝説がある。2、少年の頃から怪力で鳴らし大きな釣り鐘を軽々と担いで帰ったという。3、戦場でも規格外の怪力を発揮し最上義明は手を焼いた。4、息子に最上義明の娘をもらい最上家臣となった。5、怪力を試そうとした主君義明を桜の木ごと引き倒した。6、義明の上洛に従い京都で倒れたが涙の別れをした。人並み外れた怪力の持ち主だった光信だからこそ天女の子供だなんて伝説も生まれたのでしょうね。それにしても最上義明との逸話はなんだか微笑ましい部分もあっていい主従だったんだろうなと思いました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。